こんばんは、のりこさん、返信させていただきます。コロナ、新型コロナウイルスでしょ。でね、これね、新型コロナウイルスについては正解としては、まあ、私たちレベルでは何も分かってないっていうことが正解なんですよね。だから結局誰かがこう言っていたとかね、なんかここにこう書いてあるって言ったレベルで私たちはいろんな説を信じてるんですよね。で、まあ、陰謀論はいろいろあるんですけども、このね、陰謀論って結局その陰謀論が正しいんだと思っちゃったら考えなくていいから楽なんですよね。だから人はそこに飛びつきがちなんですけども、正解は分かってないってことなんですよね、きっとね。私たちは顕微鏡で新型コロナウイルス見たわけでも何でもないですし、で専門家の中でもいろいろ意見が分かれていて、どうすればいいか分かんないところで、もしかしたらやばいかもしれないってことで、分からない以上一番危険だと思いながらことを進めた方がいいっていうのが公の見方だと思うんですよ。で、あとはね、何に恐怖を感じるかとか、それはね、みんな個人差があるんですよね。で、新型コロナウイルスよりもインフルエンザの方が危ないよって考え方ももちろん正しいですし、じゃそれ以上に餅を喉に詰まらして死ぬ人の方が多いですよっていうのも、ただ事実としてあるんですよ。ただ新型コロナウイルスっていうのが本当にね、季節性のもので、それこそ幾人かの死者は出るけども、その人類を滅亡させるほどのものではないよとかね、社会活動を止める程度の怖さはないよっていうふうにまだ分かってないんですよ。分かってない以上、最悪の事態を避けるために、まあ、右往左往してるっていうのがね、こういった感染症の恐怖でしょうね。というのが、感染症との戦いって意思疎通ができないんで非常に厄介なんですよ。外国人が攻めてくるとか言うんでしたら、外交とか武力とかで防衛できるんですけども、まあ、なんてことはね、小さい相手なんで、それこそそこら辺の顕微鏡じゃ見えないようなレベルなんですよね。なんか1億円とか3億円ぐらいの専門の顕微鏡じゃないと新型コロナウイルスのウイルスが見えないっていうレベルなんで、まあそう考えたらね、それを聞いて私思ったんですけど、じゃあマスクしても意味ないやみたいな感じなんですよ。マスクをしても結局それを通過していくことちっちゃいんで、まあ、全く意味がないかなっていうのと、もっと言うとですね、目の粘膜から感染するわけなんで、じゃあみんな眼鏡かけないと危険なのに、そっちについては言及されないみたいなね。で、そもそもマスクしてるかしてないかってありますけども、普段そんなにペチャペチャ喋ってなければマスクする必要ないんですよね。人によっては喋るときにマスクを外すみたいなこともありますよねだそんなこともいろいろあってね、やっぱりこう右往左往してるのかなと。で、結果的には、結論的には確かに危険だったんだけども、そこまでじゃないよと、それこそ死者が出るほど経済止めるほど危険ということじゃないんじゃないかなっていうのが一つなんじゃないかなと思うんですよ。で、裏で進めようとしていることがあるという捉え方もあるんですけども、まあ、そもそも裏ってどこなんだってことなんですよねいわゆるテレビとか雑誌で語られてないことが裏なのかって言ったら、別にインターネットで裏も表も今繋がっちゃってるんで、特に裏ってないと思うんですよね。ただ自分がその情報にたまたまタッチできなかったっていうことを裏っていうふうに呼ぶ方がいると思いますけども、裏情報だろうと表情報だろうと、何らかのメディアとかね、文章とかブログとか言葉とかに乗って広がったりしてなくって、で自分がたまたまそれを見てないだけで、それは裏の情報なんですか。あと新聞、雑誌、テレビ、ラジオが報じてないことは裏なんですかっていうと、それもまた違って、結局ですね、私たちは今自分でどの情報を持ってこようかなって選べる時代なんで、その選び方がテレビとか雑誌に限られちゃったり、インターネットを見ていたとしてもテレビや雑誌を焼き直した情報をインターネットで見ていれば、それはテレビとラジオ見てるのと一緒のことなんでね。だから裏も表もないのかなと。結局自分が、主にどんなところから情報を取っているのかなとか、誰からそれをリサーチしているのかなってところで違いが出てくるのかなと思うんですよね。で、スマートシティの実現かね。スマートシティはね、上手に運営すればこれがいいと思うんですよ。結局 IoT とか AI の仕組みっていうのは人間よりも優れてるんですよね。人間っていうのはヒューマンエラーっていうように、感情とか勘違いとか思い込みとか、それから体調によってね、いろんな判断ミスを起こすんですよ。で、人間が判断しない方が正確なことって結構あってですね、例えばね、なんか面接をするじゃないですか、誰かと誰かが面接をする中で、まあ、結婚でもいいですよ、恋愛でもね。自分は例えば年収が800万で、身長が180センチで、で顔はこんな感じでみたいなことをね、一つの基準として設けるんですよね。でも実際に目の前に来た人に対して、身長172センチなんだけども、でもこっちの性格がいいから、身長がちょっとね、自分の理想と合わないところは、まあ、差し引いちゃおうかなとかっていう感情が働くんですよね。でも AI っていうのはきちっとそこで線を引いてくれるんで、該当者がないなのか、該当者はあるけどあなたとのマッチングができるのかどうかってことは本当にね、きちっと測ってくれるんですよね。で、そう考えていくと、このスマートシティっていうのは人間の意思が極限まで介在しないんで、非常に優れた都市にはなると思うんですよ。だから犯罪歴がある人はここに住んじゃダメとか、なんかね、そう、性犯罪がある人はこっちのエリアは居住禁止ですよとかね、もうできますし、何歳から何歳まではこれを見ちゃダメですよとか、こういう人は銃は買えませんとか、こういう人は車運転できませんとかっていうのをきちんと分けていくことができるんですよね。で、自動運転やキャッシュレス、自動運転もね、まあ何ですかね、今はね、無制限に自動運転ができないんですよね。自動運転の行き着く先っていうのは、車と車が連携されていて、接触しそうになることをもうね、もう何メートルも、場合によっては何キロ手前から計算して、スピードを緩めたり進路を変更したりするものを数万台とか数十万台同時にやるんですよね。それこそ人間もそこに介在していて、もうすでにですね、偶発的な出会い頭の事故とか起きないようになってるんですよ。
だからそれがねスマートシティであり、そこには当然ですよブロックチェーンとか入れないとできないところもあると思います。無人販売ね、はい、スマートシティはねトヨタ社長がトヨタ自動車がね提唱しているんですけども、あれはちょっとね、トヨタ社長もいろいろとね困ってるところがあって、というのがスマートシティをやらざるを得ない構想の一つとしてカーボンニュートラルとの対立があるんですよね。でトヨタ社長は水素で稼働する車を絶対に普及させた方がいいって考えて、そこに、資材を投じてるんですよね。でも、国際的にも日本としても考え方としてはカーボンニュートラルとしてその電気自動車を広めたいんですよ。じゃあ電気自動車と水素自動車の圧倒的な違いは何かっていうと、実はですねカーボンニュートラルのはずの電気自動車はむちゃくちゃ電気を無駄にするんですよ。で今の電気の供給量だと仮に今ね自動車が全て電気自動車に変わった時に電力供給が間に合わないって言うんですよね。少なくとも日本国内だけでも原発を10基新設するか火力発電所を20基作るかしないとその電気自動車の需要電力を賄えないわけなんですよね。で何が起こるかっていうと電気自動車を今のレベルで実現させようと思うとそれこそですね発電所の CO2 がむちゃくちゃ今よりも出ちゃって、もう本当にどっちがどうなのか分かんなくなっちゃうとね今よりひどくなるわけなんですよ CO2 の排出量っていうのが。だから水素の、自動車にしないとねっていうんだけども、もう、ね、トヨタ社長の活動も虚しく日本政府はじめ世界はカーボンニュートラルに間違った構想に行ってしまったということでね。だからスマートシティももしかしたらうまくいかないんじゃないかなってことなんですよね。スマートシティは電気自動車はできるんですけどもスマートシティの量産ができないということになっちゃいますからね。でこれを実現しようとするとき今ある飲食店は邪魔なので、飲食店に関しましては今ね全国に70万店舗ぐらいあるんですよ。最近ねなんか減りましたけどね。でも70万店舗あって実際に70万店舗必要なのかなって考えたら実際は3分の1ぐらいで今の日本国内の人口比率としては23万店舗とか25万店舗でトントンらしいんですよね。だから今オーバーストア状態なんですよ。だからランチ500円とかなんか割引とかねあんなことが起きちゃってるという。だから本来は私もこれ思ってたんですけども飲食店は3分の1ぐらいに減らさないといけなかったんだと思うんですよ。ただそうは言っても飲食店は結構ね長期の借り入れでやってるところが多かったりそこで勤めてる人の食の問題とか収入の問題があったりその飲食店に納品してる業者さんとかその飲食店に広告を出してる広告会社さんとかね結局飲食店って裾野がむちゃくちゃ広くってじゃあ飲食店1店舗を閉店するとなんかね30業者ぐらいが取引先としてのその1店舗を失うんですよね。だからすごい影響があるんですよ。それこそ野菜とかお水とかそういうところの生産地にも影響しますしね、そういうところがあるんで飲食店は邪魔とは言わないんですけども増えすぎちゃったかなってところはあると思います。その上でちょっと読ませていただきますけども一旦破壊してしまおうという、ね、考えがあるとかこれはね考えてる人はいるでしょ個人的に。ただそれを政策としてやるかどうか別なんですよ。だからここがね多くの人が勘違いするところなんですけども店舗が多すぎるから少し潰していかないとねっていうかね間引きしないとねっていう考え方当然あるんですよ。需要と供給のバランスをバランスに取るために今ね供給が多いんですよ。だからデフレになっている部分もありますからね。だから飲食店も多いしアパレルの会社も多いし、なんでね営業が苦しいかっていうと商品が売れないか値引きしないと売れないかっていうとですね販売者が多いんですよ。それでこれから人口が減っていくじゃないですか。人口が減っていく要するに消費者は減るのに供給者は増えるわけなんですよね。だから物余りってことになっちゃうんですよ。で価格を安くしても売れなくなってくると。だからもっと安くする、そういう風になっちゃうんですよね。で逆にですね高付加価値のものっていうのはものすごくうまくいってるんですよね。高級飲食店とかもともと個室だったところって今回のコロナ騒動でますます人が増えちゃったりとかねしてるんですよね。そういうところもあるんでさあ果たしてってことなんですよね。でこれを実現しようとした時に今ある飲食店は邪魔なので一旦破壊してみようという考えがあるとかってことですけども考えはあります。これは私でもそう思うぐらいなんで。ただそれを政策としてやっていこうとか仕組みとしてそれをねこの国に推し進めていこうとするような力はまだ働いてないと思いますよね。で今回新型コロナウイルスっていうのがあっても飲食店のねやっぱり時短要請するわけじゃないですか。でも別にそれに従うか従わないかは飲食店の判断になりますし、従ったところでね従わないところでうまくいかないところはどっちにしてもうまくいかないんですよね。だからそこそこ規模の大きいところは罰金を払ってでも営業するっていうふうにするわけなんですよ。でしかもそこには感染症対策を文句が言われないレベルでやっていって、腹くくってますよねそこは。だから採算が取れるなと思えば、その要請に関わらずやりますしね。それこそ飲食店ってもともとその不倫利熱のレベルって高いわけなんですよ。それこそ一般家庭よりも高いレベルで食材の管理とか店内の衛生管理とかね従業員の健康チェックしてますからね。だから平たく見て飲食店を規制するよりも家庭を規制した方がいいっていうね。でも家庭は現実規制できないんで、家庭のことは全然話題に出ないかなってところなんじゃないかなと思うんですよ。だって家の中でいちいち座るためにアルコールスプレーとかしますかね。っていうかおしぼり一つ使ってないと思うんですよ、だからねどっちかっていうと感染源クラスターが起きるとしたら家庭とか住宅地ってことになるはずなんですけども、そこはですねクラスター認定されないんですよね、飲食店でもそんなにことさらにここは問題が起きたところですよっていうのはないような気がするんですけどね。はい、国が飲食店にお金を払えば店は閉めます。すると国民が外食をする習慣から自炊やテイクアウトする習慣になっていくと。
人間は習慣の生き物で、一度習慣化されると外食をしない習慣になっていきます。外食をしない習慣が根付くと飲食店は自然と潰れますと。そうやって飲食店を通じてテナントを空にして新しい街を作りやすくする。確かに今のまま済ませては現実化しないと。これについてはね、そのことはないんですよ。私そう考えるんですよ。というのが、ある一定の地域を潰して新しい都市構想をするっていうのは今までずっとやってきたんですよね。いい例が新幹線です。新幹線とか高速道路って、この道路とかその、ね、幹線のレールを引くときって、そこにですね、国家賠償法って言って立ち退きを要求して家とか田んぼとか工場とかを潰して移動してもらってるんですよ。でその代わりそこの土地の値段にプラスアルファした金額っていうのを保証金としてその立ち退きを要求するお宅とかに払うんですよね。あともうちょっと前だと日本全国に2000個のダムがありますよね。水を貯めるダムですけども、ダムを作るときって大体その周辺の村とか町って水没するじゃないですか。あれも反対運動があってもどんだけあっても結局は実行されちゃうんですよね、うん、だからなんていうんですかね、なんか陰謀を張り巡らして店舗を長い時間かけてあれやこれやと言って閉めなくても、そこは国家賠償法で何々に使うから立ち退いてくださいで全然問題ないんですよ、それは、うん、まあでもね、都市部になるといささかやりにくいところあるかもしれないですね、それはね、正直ね、うん、でも空港を作るときもね、新幹線の駅作るときも都市のど真ん中にドーンと建てるわけですから立ち退きは結構するんですよ。六本木ヒルズってあるじゃないですか。あれのときも何年だったかな、20年ぐらいかけて立ち退き構想したらしいですけどね。六本木ヒルズの土地を確保するときに、それは裾野すごいでかいですから、六本木ヒルズは。あんな都心のね、港区のど真ん中に、あれだけの土地を確保しようと思ったら、相当な人に出てもらってるんですよ。数万人とか、数十万人っていうレベルに。だから、今回のね、テナントを絡んして何とかかんとかっていうのも、まあ、考えられなくはないんですけども、私はですね、そんなことしなくても、今まで、日本はそういうことを法的にきちんと保障しながらやってきたんで、まあ、全く問題ないんじゃないかなと、その方法でも。でも、新しい方法として、こういうふうなね、今回、のりこさんが送ってくださったような形で、やってないとも言えないですね。ただこれをのりこさんが今お話してくださったやり方をやらなくても大丈夫なところはあります。はい。というところですね。お答えになったでしょうか。なんかね、未来のことを考えるとすごくね、不安であったりワクワクするんですけども、結局未来のことってね、分かんないんですよね。一人の意思でできることっていうのは本当に限られていて、本当にちょびっとの範囲なんですよ。で、大きな陰謀であればあるほど、そこに組みする人がたくさんいないといけないんですよね。例えばね、人工地震兵器ってよく話題に出ますけども、人工地震兵器を作るにしても、じゃあその人工地震兵器の研究者はやっぱりどっかの大学から持ってくると思うんですよ。そして人工地震兵器を作る工場をどうやって作るのかなって話もありますし、人工地震兵器の部品の納品業者はどうするんだとかね、人工地震兵器を運用するための従業員はどっから出勤してくるのか、その人はフリーターなのか正社員なのかパートタイマーなのか、それとも、まあ、国のね、なんかこう公的な役割の人なのかとかね、いろいろ考えていくと、どうなのかなと、うん、それこそ人工地震兵器に関わってる人が退職したりした時って情報漏れるじゃないですか。じゃあその仕事は一生抜けられないのかってことにもなりますし、じゃあそこにね、水道とか電気を引いてるはずなんですよ。なんとか電力とか、なんとか水道とかね。じゃあその人は黙ってられるのかなとか、そもそもその工場に納品するお弁当屋さんとかもあると思いますし、それからユニフォームを作ってる会社もあると思うんですよ。そう考えていくと、陰謀論っていうのは非常にね、興味深くて私も好きなんですけどもね、成り立たないことばっかりなんですよね、現実的に考えると。現実的に考えると陰謀論ってすごく、ね、つまんなくなっちゃうんで、あんまり考えないようにしてるんですけども、平たく考えて、私がスマートシティ構想で働いてるとして、家族とか友人に全く話さないで全く悟られずにやっていくことってできるかなとかね、思っちゃうんですよね。それからそういう風なところで働く人はどうやって募集してるのかなとかね、ハローワークではないと思いますし、どっかね、大学の研究室にいたらどっかからなんかね、メッセージが届くでもないと思いますしね、まあどうなんですかね、まあ、総じていろいろ考えられるんですけども、これだっていうふうにピンポイントで分かることはなくて、それこそ最近の暗号通貨でも分かっていれば、もっともっとね、強く投入してるんですよ。で、いろんなことを手掛けていて、その中の一つが、例えば暗号通貨が当たったから私は前からやっていましたって表現するんですけども、前からやっていてダメになったものの方が多いですからね。そうですね。でも飲食店はね、確かに多すぎるんですよ。多すぎるんで減らした方が、飲食店さんにとってはいいんじゃないかなっていうのは、昔からありました。私はその飲食店が66万店舗あるっていうのは初めて聞いたのが2015年なんですけども、多すぎるだろうと。で、ヘアサロンね、病院は22万店舗あるんですよ。今30万店舗ぐらいですけども、そうなると30万店舗のヘアサロンに行くお客さんの数がどう考えても足りないんですよ。足りないから、なんかものすごく格安でやらないといけないところがあったりとかね、廃業するところがあったりとかするんですよね。だから需要と供給のバランスを取ろうと思ったら、供給はもうちょっと減らさないといけないと。でも供給を減らすと、確かに残った事業者っていうのは安定的な利益とかね、無理ない勤務形態にはなるんだけども、そこに減らされた方ですね、この人たちはどうするんだってことになっちゃうんですよね。まあ、だから需要と供給のバランスをしっかり取ろうと思ったら、供給側に参加しない人を作らないとしょうがないっていうことに、そういうバランスになっちゃうのかなと思うんですよ。そこに出てくるのがベーシックインカムとかだったりするわけなんですけどね、結局ね、その能力が高い人が過当競争に巻き込まれる中で、いろんな規制にあってね、
能力の高い人は十分発揮できないぐらいのことにはなっちゃってるかなとか思ったりもするんですよね。で、先ほどのトヨタ社長みたいな例ですけども、トヨタ社長の考えの方が私は正しいと思うんですよ。原発をさらに増産するのか、火力発電所をさらに作って電力を確保するのかってことをしないと、電気自動車の普及率は高められないわけですよね。なのにガソリン車はやめましょうみたいなことになっちゃったわけなんですよ。ガソリン車やめて、それからハイブリッドカーもやめて、水素自動車もね、規制っていうかね、あんまり普及しないとなると電気自動車一本やりになっちゃうんですよ。そうなると電気が足りなくなってきて、電気代ってむちゃくちゃ上がるんですよね。ただでさえマイニングとか言って電気代はこれからもっともっと必要になってきて、電気代って値上がりしてるわけなんですよね。電気の供給が少なくって、電気を使いたいようなニーズが増えるわけですから、電気の単価ってどんどん上がるわけなんですよ。じゃあその上で電気自動車を普及しようかなとかね、今回みたいなモビリティシティ、スマートシティをやっていくと、まさに電気どんどん足りなくなるんで、ここは大丈夫なのかなと思っちゃうんですよね。だから構想のうちはいいんですけども、実際にやっていくとなると足りないと思うんですよ。電気が途中で、工事中の電気が足りない可能性もありますよね。今でさえね、計画停電みたいなことをねやっていたりするわけですから、まああれは演技だったんだろうという説もありますけどはい、というところなんでね、いろいろとぐらいとか話しちゃいまして長くなってすいませんけども、スマシティは実現化はねしないでしょうね、きっとね。するにしてももっと先ですね。私たちが生きてる間にはなかなかならないんじゃないですか。それこそ人類が火星に行こうか先に行くと思いますよ。スマートシティはそっからの話じゃないかなと思いますよね。ただやっぱりね、スマートシティをなんとかするにしても、そのリニアモーターカーですらね、50年かかってもまだできてないわけですよ。だからリニアモーターカー1個50年かかってもいろんな事情で実現しないってことは、もっと難しいスマートシティはもっと時間かかると思うんですよ。場合によってはもう100年とかかかるんじゃないですかね。まあ私たちはスマートシティが実現化するかしないかに関わらず、それを見ることはないでしょうね、きっとね。私はそういうふうに思いますね。だから例えば今回飲食店を減らすとかテナントを開けるみたいな発想があっても、実際にテナントが絡んだのはすごく先です。赤字店舗でも10年ぐらいはできちゃいますんでね。だから相当な立ち退き料を払った方がすごく楽なんですよ。店舗を潰そうと思うよりか頑張ってやっちゃいますしね。でテナントが安くなると、今度はねテナント代が高かったからできない商売がそこに出てきますから。だから飲食店はできないけども、他のもっとね安く営業できるんだったらテナント代が安かったらできますよみたいなことが今度入れ替わりに入ってきますから。それこそ今在宅でやるしかなかったようなものが安くなったテナントに入ってきちゃったりするんですよね。はい、ということですけどもね、なんかこれまだまだ話したいことはいっぱいあるんですけども、この辺に一旦しておきましょうか。それでは失礼します。